でした。いやアコースティックやばいですね。調子がいろいろやばい。伊沢さん後ろから見てずっとコーナーの体勢がもうめっちゃ腰も心臓バクバクしてさ、声がさ震えちゃうからはぁと思いながら心臓を後ろに戻してるのかな。めっちゃ戦闘体勢だったよ。はい、さあと4月5月はたくさん告知が、4月はたくさん告知があるので、はい、じゃあふーぴょん。はい、やった。あさっての告知をお願いしてもいいですか。はい、やった。あさっては、東京キャンドールの敗者復活決定戦ファイナルがあります。入場料5000円プラスドリンク代で、ちょっとお値段高いんですけど、ぜひスタートに気を切ってよろしくお願いします。場所は新宿ブレイズで、12時会場、12時半開演、そしてステージが12時45分からの15分間となります。よかったら来てください。お願いします。イエーイ、はい、お願いします。東京キャンドルというのはですね、はい、ジャパンエキスポ2018フランスパリ行きをかけた大会に私たち今出場しております。はい、初戦準々決勝負けてしまって敗者復活戦を勝ち残り、敗者復活戦ファイナルが、はい、準決勝に負けてしまって敗者復活戦にで1位になり、はい、あさって日曜日に敗者復活戦ファイナルが1部、はい、そしてその敗者復活戦ファイナルで1位になったら2部の決勝に進めて、はい、その決勝で1位になれば、なんとフランス、パリに行けるということで、トヨタから世界へ行きたいですね。行きたいですね。ぜひぜひ皆さん、ちょっと東京遠いんですけれども、よかったら応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして来週の告知をゆりやたん、ん？言ってあげる。4月の28日にですね、私たちスタート、定期ライブ13を行わせていただきます。イエイイエイイエイ。場所はですね、豊田市駅前シティプラザって言って、あっちのサイゼリアの前のところで、ね、はい、ちょっと広場みたいなところなんですけど、そこで総勢何人だ、16人です。1人ちょっとあの学校の行事で出れなきゃいいんですけど、はい、その子が全員出演となっていますので、はい、観覧無料で、女性お子様専用セリ、エリアあって、あとあの写真撮影も OK になっておりますので、はい、皆さんぜひ4月28日は、スタートに会いに、こっちじゃなくてあっちに駅の向こう側に来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。14時からですね。はい、そしてラスト一つは、なんと、アリスインプロジェクトの舞台に、和久田あかりが3回目の出演、そして初島崎、はい、ユリアの出演も決定しました。イエーイ。昨日、配役が発表されましてね、はい、あらすじなんかもね、はい、なんだっけ、そのレッドホットキッチンっていう、はい、名前なんですけど、はい、あの専用のね、はい、アリスインで今ホームページが、はい、できてまして、はい、そこからあらすじだったり、あの全キャストさんだったりね、はい、あのしっかり知れることができる。結構長いんだよね、この公演の。そうなんですよ。6月6日から11日の6日間、はい、1日2公演あるので、はい、そう、2人ともありがたいことにね、シングルキャストということで、そうなんですよ。どの公演、全公演10公演全てでやるので、そう、どこ来てもいるんで、はい、ぜひ見に来てくれると嬉しいです。お願いします。お願いします。こんぐらいかな、告知は。それではラスト2曲になりましたね。はい、2曲ですね。次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。スイミングスターフォーエバー。手をつない
アレリア、アレリア、アレリア。すいません。止まると思わんかった。強行突破できるからもダメだった。すいません。楽譜が許してくれませんでした。もう一回行きましょうか、ね。それでは気を取り直して。それでは聴いてください。スインギングスターフォーエバー。
ありがとうございました。ありがとうございました。いやもうアコースティックということで、ちょっと緊張しすぎて、いや本当にここまでは言い訳なんですけど、それはすいませんすいませんほらみんなでは本当にちょっと皆さんすいません、私たちの努力不足だと思いますうん、皆さんの前で見せれるようなものじゃなかったと思います本当に申し訳ございませんでした。すいませんでした。大丈夫だよ。はい、ラスト1曲ありました。もう終わりだった。終わりじゃないよ。終わる気持ちでいた。終わりじゃないよ。はい。ちょっとひどかったのでですけれども、この1曲で締めます、最後聞いてください。
まさきたかしさんと